やるじゃねえか。だがそれで全てか。全てでもって挑んでこいよ。手を抜いてるんじゃねえ。できねえか。なら俺ができるようにしてやるぜ。できるじゃねえか。相棒。このままじゃ一体何が起きてるの。天の聖杯同士の激突。それだよ、それ。それこそが親父が俺たちに与えた力だ。
この世界が望んだ力だ。俺もお前もそのためにここにいる。違う、私、そうかよ。この俺が代わりに全てをもらっていって。ませんと、ここも危険です。聞いておられますか、兄上。
太彦。もう行くの？ああ、リベラリタスに王家の霊道がある。そこにこれを封じようと思う。そう、君たちに頼みがある。スペランザに抵抗軍の部隊が避難したと聞く。彼らに伝えてほしい。落ち着いたらリベラリタスに来るようにと。分かった、任せて。私の名前を人語を話したと。でもブレイドではありません。コート、その姿は痛えんだよ。てめえに切られたこの腕が。これ俺の腕だよな。ちゃんとあるよな。けど痛えんだよ。うずいてうずいてたまらねえんだよ。何を言ってるの？錯乱しているのか？そうじゃない、喜んでるのよ。てめえらの血を傷口に塗りたくりゃ収まるか。屈辱、今日はここできっ
えさせてもらうぜ。その両腕と見せ代わりに耳と鼻も削ぎ落としてやる。そんなその血をこの傷口に塗りたくってよ。その次はお前だ。汚ねえアバズレじゃなくてもっと上等な女どもに囲まれていたはずなのに、よそれがてめえのせいで簡単に死ねると思うな。だっ一時間かけていたぶってやるよ。母さんを侮辱するなんて許せない。ありゃそういう女だったろうがよ。どんな思いで母さんがあそこにいたのかお前にわかるか。よせラウラ、こいつは話す価値もないゲスだ。そうです、情けは無用、ここで断ち切りましょう。シン、カスミ、わかった、もう情けはかけない、ここで終わらせる。上等だ。どんだけ俺を楽しませてくれんのか。